お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はねこちらのメガナイトウォールブレイカーをですね使っていきたいなと思います。でメガナイトウォールブレイカーもずっとねこうまあ、形を変えながらね環境で生きてるんですけど、まあ、ここ最近ねこうプリンスが強かった時はこのユーノの枠がプリンスで、このねロリボボの枠がデリバリーでねすごい流行ってたんですけども、ちょっとプリンスが最近活躍しなくなってきたというか、なんだろうね、トリトンが増えたのか、トリトンが増えてなんかプリンスもちょっと今減ってきてるところで、またユーノ型のね、ユーノタルのこの前のね方が戻ってきましたよといったところで、今日はね使っていきます。で昨日枯渇デッキを紹介したんですけど、その枯渇デッキが今ねちょうど CRL ウエストの方でプレイオフがね行われて、まあ結果の方とかはまあネタバレになるので、まあ言わないようにね、まあ、しようと思うんですけども、こう使用率がめちゃくちゃ高かったんですね。そう、枯渇もう枯渇ばっかみたいな、そう言っちゃうんかいって感じなんですけど、まあ、なんかそれぐらいね大人気の枯渇だったんで、皆さんもぜひねその枯渇使ってみてもいいんじゃないでしょうかって言ったところで、まあ今日はねその枯渇にもこうまあ戦えるねこのメガナイトウォールブレイカーを紹介していきたいなと思います。勝ってるかわかんないですけど、まあタルザップの、まあ、ディガーなので結構枯渇系には基本的に、ね、強いデッキとなっています、このデッキはね。さというわけで、やべコンボリ来た、ザップ間に合え、あー1体ダメージ受けてないので1体入ります。雪玉オッケーオッケーで、相手はゴブリン、あれですね、普通のボムタワーバルーン的な、あバルーンっぽいデッキですね。これはバルーンですね多分。ディガー、ゴブリン、雪玉なので、まあ、バルーンデッキが来たなという感じですね。まあ、ケツメガナイトから、まあ、逆サイバルーン来た時に、まあ、コウモリであったり、マスケで防衛して、カウンターにつなげていけれたらいいなと思います。で、防衛から来られると、まあ、それはそれでちょっと厄介ですが、まあ、今相手がね、アイゴレを使ったので、この、後ろの、よいしょ。てかメガナイト受けるのがちょっとそうきついと思うんですよね。でもうディガーまで使っちゃっていいですね。いやこれでもねちょっときついんですよ普通に。相手は受けがねきつい感じです。いやでかいですね。いやしかも謎にゴブリンどっか行った、ラッキー。でこれコストなくてアイゴレ誘導はあるかもしれませんが、これアイゴレ誘導もなく、そしてこれ雪玉も使ってゴブリンも使ってるので、あデリバリーですね。デリバリーゴブリン雪玉のまあなんかバルーンデッキですね。さでここちょっとむずいですね。コウモリマスケは割いたらダメなカードランキング1番ですね。バルーン来て終わっちゃうので、よいしょ。さここでまあ飛ばしつつワンチャンここにディガーが来る、よいしょ、タイミング合わせて。でもここのバルーンがちょっと入るのはしょうがないですね本当に。これに関してはマジしょうがないですけど、ここからね頑張って守っていきます。アイゴレ誘導を読んでのディガー、ユーノつけてあげて、さらに、まあ、ユニット追加してあげてね。で、この右側に多分ゴブリンが来る。あ、ゴブリン来なければ、このマスクが永遠に殴るでしょ？さあ、いい感じですね。で、ここ多分ザップ打たなくても、オッケー、タワーが落とせるよ、という感じで、相手としてはもう逆サイド攻めるしかないですね。なので、もうこっち側、僕としてはこれをどうにか守りたい。これを守れないと逆にね、ワンパンされてしまうんじゃないかなと不安もあるんですけど、あえて20の方に雪玉を打たないといけないので、落とせないよと言った感じで、まあ、バルーンきついですね。正直まあ、雪玉かザップとか持たれると、バルーン飛ばされて、ザップ打たれて、まあ、ディガー飛ばされるだけで、途中みたいな感じで、2発か。そう、バルーン2発入っちゃうんですけど、まあ、その代わり、そこでしっかりマスケットとかを延命できると、カウンターにつながって、まあ、ダメージ受けたものの、本当にね、それよりの倍か。その倍ぐらいか、もう本当にタワー1本折るぐらいのカウンターにつなげられるんじゃないかなと思います。なので、まあ、バルーンは、もう完全に抑えることは無理なのでね、その相手が攻めてきた瞬間を狙って、うまいことね、カウンターできるといいかなと思います。なので、まあ、勝てない、絶対的に勝てないとかではないですね。相手は、ディガーと、なんだ、ヤラメ？ディガーとヤラメ、ちょっとわかんないですね。一回ね、このニコス系でね、しっかり回しつつ様子を見ていきます。で、スケドラ、ディガー、ヤラメ。ラバルっぽいですね。なんかラバルのような感じの顔をしてますけど、わかんないですね。あ、ラバルですね。で、ここの相手のラバ展開はちょっといいラバ展開ですね。これ、逆サイ行ったらちょっと遅いかな。
ちょっと行っちゃおう。行っちゃって、後ろにコウモリもつけちゃって、これ斜め回ってないんじゃね？ OK。これで、右側を多分折れたのでかいですね。あ、折れないか。折れなくても、まあ僕、このどうせラバル守れないんで、まあ交換みたいな感じでね。これはまあ美味しいかなぐらいですね。さあで、そしてこの壊れた時にできるだけ、今日この間にダメージを稼ぎます。で、ここで攻めると、相手がユニットで対応した場合に、左側に僕マスケットが流れてるんでね、このマスケットで回収できるんですけど、相手が普通に無視してきましたね、言うの。いや、サンクラ怖いですね。なんかがっちり形組まれて、サンクラが怖いですが、また同じ状況ですね。相手はインドラ持ってて、でも柳雨がないので、で、範囲系も多分ないので、僕のメガナイトコウモリが多分しんどいと思うので、いや、ラバとタイミング被るのは美味しい。さあ、ここでもいっぱい攻めちゃいたいですね。ここで攻めて、しかも、なんならザップして、OK。ここでもうできるだけダメージ稼ぎたいですね。で、相手陸域いたっけ？陸いなかったよな。で、柳雨使ったので、この間にコウモリで溶かして、まあ多分スケドラかなんか来るんですけど、あと相手のディガーですね。相手のディガーを、止めないと、と思ったんですけど、ディガーがいないですね。あ、ザップ空振った。やべ、ミスった。ザップ空振るなんてことある？けど、オッケーオッケー。いやー、防衛で相手がザップ使ったので、このコウモリね、無双してますね。さあ、そして、まあ、ユーノは回転するごとにどんどん飛ばすと、相手にコストを使わせるか、まあ、無視せざるを得ないって言ったところで、結構、これに勝てたのはね、正直でかいですね。まあ、柳雨ザップで、マスケが生きる、で、相手の、なんだろうね。なんだ？なんかまあ、そうですね。なんか、相手のコストがやっぱ、高回転じゃなくて重いんで、重いからこそ、この僕の高回転のマスケコウモリについてこれてなかったですね。まあ、非常にでかいですね。なので、こう守れないってなった時に、守るんじゃなくて、しっかりこう攻めるっていうのが大事になってきますね。これは結構、本当ですね。このデッキ、とか、相手がゴール出した時に、メガナイトってゴールもきついんですよ、マジで。正面対決したら100勝てないんですよね、基本的に今メガナイトのデッキは。まあ、ゴボウリプラスのなんかとか、また形が違えばあれなんですけど、このメガナイトウェブとかは、ゴールと正面対決した時に、マジで勝てないの。だから、相手がゴール展開した時に、基本的に逆サイに形を作って、とか一気に攻めたりみたいな感じで、メガナイトで逆サイ攻めたりだとか、をします。基本的に真正面からの戦いはしませんね。てかまあ基本的にどの相手でもっていうかこのデッキならどの相手でも基本的になんか左右に振ってとかですかね。まあロイホグとかだったら相手がね、まあ待ってでいいと思うんですけど、いやこれなんか嫌ですね。普通に嫌ですね。これもペッカーメガゴを早めに溶かして、オッケー、ユニットを残させてカウンターねしたいですね。で一回ディガー飛ばすかちょっと待って、おいやすごい、待ってすごい、待ってすごいの来た。びっくりびっくり、これは。これはすごいびっくり。でも、ここね、勝っちゃいますね。ユーノの突進を生かしつつ、いや、でかいですね。で、こう、ザップって、多分、マスケが勝つんですよね。いや、いい、ザップ！さあ、ダメージ稼ぐ。相手のデッキが待って、やばいよ。ペッカメガナイト、メガゴコウモリですね。ペッカメガナイト、メガゴコウモリの、なんだ？ユーノ？ペッカメガナイト、ユーノ、メガゴコウモリ、なんだ？なんかね、すごいの入ってそうですけどね。エリゴルとかいると面白いですけど。で、まあ右サイド、ちょっと気持ち折れそうなので、まあすることもないですし、逆サイに振ってね。で、ザップ使った、コウモリ流しつつ。なんだ。いや、マジでなんだって感じっすね、相手のデッキ。いや、これメガゴ、いて、あー、ミスった。受けたくなかった。まあ、これザップって。で、このウォールブレイカーにはメガナイトぐらいしかないですけど、一発。さあ、攻めたれですね。相手なんかなかなか出してこないですね。ペッカメガナイト。ここで来るか？いや、ザップ使う。全然出してこないですね。で、これちょっと行っちゃいます。あ、これメガナイト降ってくるな。やったか？あ、言うて？あれ？なんで降ってこない？いや、ここでか。痛えなぁ。シャシャったなぁ。ザップも。で、ここをメガナイト受けするというよりかは、一旦あれですね。ちょっとユニットで耐えます。ユニットで耐えます。ヒギね、ウォールブレイカー受け。ちょっと左に、てか右の670に削りたいですね、早く。これ、ちょっとやばくなってきましたよ。ポイズンもあるんですよね、相手。
相手のポイズンが正直ちょっと嫌ですね。ワンチャンの内側ペック逆線持っていけねえかな。よし。いや、待って、さてうまい。ああ、帰ってきちゃった。帰ってきちゃった。さしゃしゃしゃっとしゃしゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、これやったな。ペックがもう2マスぐらい外だったらよかったけど、相手も早かったですね、ちょっと。まあ、まだ耐えたいですけどね、気持ち的に。気持ち的にまだ耐えたいですけどね、僕は。非常にね。非常に耐えたい。この手前のペックさえ溶かしてくれたら、なんならある。あ、手前のペックさえ溶かしてくれたらある。耐えろ、耐えろ、耐えれるぞ。耐えれるぞ。耐えろ、耐えろ、耐えろ。やべ。あ、耐えて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 、耐えろ。気持ち、ああ、くそ、ちょっと待って。しゃしゃった、マジでごめん、マジでごめん。あるんすよね。こう、この前、なんかね、クラマの動画見てて、だから昔からやってる人がいて、あのペッカをね、D 側で逆サイドに持っていくっていう技があるんですけど、多分今のも相手がメガゴで D 側をちゃんと対応してきたんで、ちょっと無理だったんですけど、あれ相手が普通に対応しなかったら、ペッカ逆サイドに行ってたと思うんですよ。そしたら、まあ、ペッカを D 側でね、逆サイドつって4コス分相手はちょっとね、こう、言ったら防衛コストがなくなってるというか、僕の方が気持ちね、リードするんで、最後ご利用しに行けたと思うんですけど、いや、ちょっとね、おしゃれにね、決めちゃおうとしちゃいましたね。いや、でも、あの技術はね、こう、世界大会だったかな、なんか世界大会の予選かな、海外でね、使われて、それでね、メガナイトでペッカに勝ってる人もいたので、結構こう、本番とかでできたら、まあ、かっこいいですよね。まあ、練習っていう意味ではね、まあ、ちょっと、お許しください。いやー、今の勝ったらな、かっこよかったな。失敗したから、ただ出せるだけなんですけど、マジで。やべ、待って、ミスった。ザッペータ、ザッペータ。あ、でもマスキー抜いてる。なんで？お前優秀か？やべ、ちょっと待って。これやべ、待って、終わる。終わる。危ない。耐えろ。あっち殴る、オッケー。やべえよ、いて。ザップやっちゃった。さっきのオシャレぶってから、ちょっとやばい、ダメージがやばい。いやー、これはあれっすね。メガゴコーン、ミニペコウモリ。これね、勝ちたいっすけど、勝てないっすね。正面対決、頑張って抑えるんですけど、ユニットを残す抑え方をしたいんですね、僕としては。で、それをするにあたって、まあ、タワー、なんだろうね、メガナイトを基本的に後ろに当てて、後ろを早く溶かすんですよ。なので、手前のジャイパンを受けるしかないんですよね。で、カウンターを狙うんですけど、いや、早めのジャイか。うまいな、なんか。けど、さあ、ここをちょっと光栄ちゃちゃっと溶かしちゃいたいですね。いや、溶かしてね。やべ。頑張れ。君なら頑張れる。よし。まあ、今みたいな感じで、本当はメガナイト残ってカウンターなんですよ。いやー、痛いですよ。痛いですが、全然あるのが、グランシュン、ロワイヤル。よし。いくよ。いくよ。これだって、あるよ。これ、神ザップ。ほら、いいよ。しかも、あいつザップ回ってるが、いや、でかい。で、今、ミニペ突破したっけ？ミニペ突破してねえな。多分これ、一回ミニペで受けてくるんですよ。か、ケツスパ？でしょうね。くー、やだなー。このケツスパーキー。コストが暇になりますね。僕、3000のサイドなんか攻めたくないっすもん、正直。うん。で、エレキもいたな。ファイボもいたな。あ、ファイボ削りか。いや、ここ、ワンチャンありますでも、マジで。真面目に本当に真面目にね。耐えろ。あ、オッケー。ナイス。やべ。しゃしゃったか。いや、でもここマスケにこの J をできるだけ溶かしてほしい。オッケー。マスケ見して、逆サイ J 来て終わるかな俺、シンプルに。気づいた。あ、ファイボ？出た、ファイボ削り。ボケ。言うの突進化して、ワンチャル、マジでワンチャル。やべ、こっち向くな。ちょっと待て。前半やったな、最初。ちょっと待って、2連敗しちゃった。まあいいや、もう一回、次勝ちますね、次。いやー、前半、なんかやったっすね。ザップか？ザップだ。
ザップやって、カウンターできる分、カウンターでできる分ミスって、ただただダメージ受けて、くーちょっとやっちゃいましたね。ずっとさっきまでね、クロロリーグウエスト見てて、多分今日の分はもう終わったのかな、ちょっとね、舞い上がっちゃってますね。今ならいけるっていう、こう、おしゃれチックなことしようとしすぎてね、チンでいってますが、今んとこ。まあ、ラスト勝てば、こうね、なんかありますよね。終わり良ければ全てよし。さあ、ここでね、ペッカを引けると激アツ。ここでペッカを引いて、大逆転ね。大逆転じゃねえ。ペッカ逆サイド釣りをね、ここで見せたい。ワンチャンある。ペッカビビドラならワンチャンある、マジで。いや、違うかな。ゴレっぽいな。ただただゴレっぽいっすね。ゴレっぽいっすね。取るね。やべ、待って、しちゃったかな。いや、いいや。これで、マスク出して、ユニット処理して、違う、ナイトビー、遅延スキルだ。普通の遅延スキルだ。うわ、なんかすごいとこに出てきた。ボムタワー。さあ、タゲが?いや、でも、結構でかい。このダメージでかいですね。さあ、遅延スキル。で、このダメージマジででかいのと、今、ナイト回ってるっけ?ナイト、ボムタワー、タルト、もう一枚しか咲いてねえもんな。これ、アイスウィズ受け?アイスウィズ受けか、タルパボ受けか。タルパボ転がします。あー、届いてねえな、これ。アイスイズが近かったらタルババ転がして、ユーノのダッシュしようと思ったんですけども。で、このタルにタルババ返しからのオールブレイカー返したいが、あー、ちょっと予定とは全然違いますが。これ、ザップ?あー、ザップってもよかった。まあまあまあ。さあ、まあ、マスケで回収しつつ、いや、ペースとしては非常に僕ですね。で、トルネ使ったので、裏ディガーすると、ちょっと前にないときて、後ろに下がって言う抜きがなくて、ボムタワーおい。いや、めっちゃ良くない?なんかね、動画後撮りじゃんって言われてしまうかのような、ね、命中率ですね、今んとこ。で、これ今、ボムタワーないとあれ、全部陸くされたので、ここで、なんかね、空で攻めます。そしたら、あえて困って防衛スキラーですね。でもまあいい防衛スキラーですね。結局は僕攻めれないので。で、一旦待って、さあマスケで回収しつつ、で、問題はこっからですよね。こう、遅延スキラーってやっぱ後半のこのイモリが強いんですよ、マジで。なので僕としては逆サイド結構プレッシャー与えて、別に逆サイド本当はそんな攻める気ないんですけどね。まあ、攻める素振りを見せる的な感じですね。よいしょ。で、ここも踏んじゃいいの。でも、家のでほぼ完封できると思うんですね。オッケー。で、高めマスケからの、相手のユニット処理しつつ、やっぱ、モーターの位置がさっきから独特。いや、マジ独特。ここを延命したいですね。タルも転がしちゃって。家の走る?お前なら走れるんじゃね?お前の、いけ!よし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 。で、ここは、メガナイトからのコウモリで、速攻ベビとかして、多分防衛はザップだけで十分。コウモリ戻ってくれるしね。からの。いや、ボムタワーのあのミリ残りうぜ。で、これ、生かします。相手のミリ残りないと生かします。で、壊せ。ワンチャン壊せるんでね。え、コウモリが入る?え、コウモリ入んね。言うの走る?走る?走る?いい子!ナイス!グッドゲームーし!いや、これでかいですね。でかいですねしか言ってないんですけど。まあ、途中ね。2回負けちゃったの悔しいんですけど、まあ、最後勝てたからね。結局いいよねっていうところで、今日ね、こんな感じですね。まあ、スパーキー、基本的にはきついですね。基本的にはきついで、これもね、でもこの2試合とも両方勝てそうだったの。勝てそうだったからこそ悔しいですね、と。まあ、言ったところで、このメガナイトオールブレイカーね、また復活してくれてるんで、ぜひぜひ使ってみてください、というわけで、終わります。お疲れちゃんでした。まだね。